多くの企業が新年度のスタートを迎えた今日、各地で入社式が行われました。新型コロナによる制限が緩和され、対面式の入社式に戻す企業などが増えています。伊藤忠商事の入社式では、ピアノやバイオリンの生演奏が流れる中、入場してきた新入社員を岡藤会長と石井社長が迎え入れました。伊藤忠は4年ぶりにマスクの着用を必要としない対面式の入社式を開催しました。会場のスクリーンにはオンラインで入社式を見守る家族などの姿が映し出されました。コニカミノルタは自社直営のプラネタリウムで入社式を開催しました。星空の中に新入社員86人全員の顔写真と決意表明が投影されました。緊張ももちろんあるんですけど、それ以上になんか本当に新しい生活のスタートだなっていう。会社のリーダーになれるような人になりたいです。2年後に開幕の大阪万博を運営する2025年日本国際博覧会協会には、自治体や民間企業などから192人の職員が入所しました。新職員のおよそ半数はオンラインでの参加となりました。